皆さんこんにちは。いや素晴らしかったんですが、途中からね残念になってしまったという試合でしたね。ということで本日やっていきましょう。本日の翔平ということでね、いやどこまで飛ぶんだというホームランでしたね。33号ということで、ペースが落ちないというかね、止まらないですよね。今日は4の1の、1安打ということですね。で1打点33号ということで、2位に5本差ぐらいになりましたかね。もう、まあ、完全な独走とは言わないまでも、逆にね4本差とかつけられていた時もあるんですけど、まあ、そこから考えるとね5本差つけてるっていうのは、まあ、かなりのペースですよね。で今日のなんかもカメラが追いつけないぐらいね、まあ、打球も速いのと、あとすごい上のね階に飛んでるので、もう見失ってるような感じでしたね。それぐらいやっぱすごいなっていう感じで、今日のホームランもかなり飛んでましたね。そして、まあエンゼルス、3対7ですね、負けました。フレッチャーでも3安打、22ゲーム連続ヒット、そして今季1号ホームランということでね、まあ、フレッチャーのあの振りからホームランってなかなか難しいね、打ち方をしてるんですけども、まあ、うまくこう回転かかって伸びたのかなって感じですね。でイグレシアスも3安打ということで、でまあ今日はね、まあヒットは出てたんですけども、まあ、3点しか取れてないっていうので、まあ残塁が多かったのかなっていうのと、まあ今日はウォードがねちょっと、ブレーキだったかなと思いますね。そしてまあコブ、5回5.1、無失点、5K ということですかね、となっておりまして、ワトソン、C さん、クラさん、マイさん、キンちゃんと、最後ね投げておりますということですね。こんな感じで、今日のリリーフはこういう感じですね。でマイさんが、2失点、キンちゃんも2失点で、ワトソンが1失点という感じですね。そしてまあね、今日の大谷さんですけども、まあね、今日もインコース高めですかね、ぐらいの、うまく持っていった形になりましてね、まあすごい飛んだなっていうね、感じと、まああとね、その次の打席とか甘い球あったんですけどもね、まあカーブがちょっと合ってなかったのと、カーブ狙ってないんでしょうかね、タイミングがまあ合ってないっていう感じで、まあヘルメット飛ばしでね、空振りでヘルメット飛んで、まあでもあれが似合うのは長嶋さんか大谷翔平かみたいな感じのレベルのね、いい感じのヘルメット飛ばしですけどもね。そしてまあ今日もねシフトに阻まれるヒットと、ヒットじゃないか、シフトに阻まれてヒットじゃなくなってしまったというね、速い当たりがあったんですけどもね、あれで、まあ、大谷さんは打球が上がらなくてゴロになっちゃって、まあ引っ張ったら絶対シフトがいるんですよね、大体。なのでかなりね、損してるっていうところで、まあツイッターにもライト前ゴロってね、またかって書いたんですけども、かなり損してるなという印象だ。ゴロ打ったらほぼほぼね、やられてんなっていう印象で、ただいいねこう当たり ではあるんですけどもね、だからまあしょうがないですけどもね、まだシフトは禁止されてないので、だからちょっとね、何本も損してて、だそれがヒットになってたら打率ももっと高いはずだしね、っていうのは結構このところも目立つかなっていうので、早くねシフト禁止になんねえかなとは思いますね。そしてね、まあ今日の範囲というか、原因というかね、そんな感じなんですけども、まずね4回ツアウトから、まあフィフォがエラーで、まあ逆シングルで取ってね、ちょっとシフトで寄ってたっていうのもあるんですけど、ちょっとポロポロってやって、まあ送球がねギリギリ間に合わずという感じで、まあエラー、そして、フォアボールということでね、そこからまあ、レフトのね、フェンス直撃のヒットで、まあ2点取られるというね形なんですけども、まああれはね取れたかどうかちょっとわからないんですけども、やっぱりゴセリンのね追い方がまあ遅いのと、まあ、やっぱりフェンスへの、ね、恐怖心っていうのはあると思うんですよね、どうしても。でまあそのフェンスとの距離感とか、
あとフェンスに当たったボールの処理とか、それもやっぱり難しいものがあるので、まあ内野手をやっぱり外野に使うのはねきついっていうのと、まあ五瀬さんがね悪いとは思わないんですけど、まあ、彼をレフトに使っていること自体が悪いということでね。まだ今日のも普通の外野手だったら、まあ、フェンスまではこう到達してて、あとはジャンプして取れたかどうかみたいなレベルの打球だったと思うんですね。それぐらいの時間はあったと思うんですよ。まあ、ただそれが間に合わずにフェンスのまあまあ手前までしか行けずにクッションボールが跳ね返ってきて、びっくりしてたっていう感じなのでね。まあこういうとこですよね。ちょっときついなっていうのがあるので、まあ、結局アデルとか上げた方がいいのにねっていう、何回も言ってる、同じこと言ってることになっちゃうんですけども、まあそうやって思ってるのと、まあ、やっぱりかわいそうだよねっていうね感じですね。そして7回ですけども、まあまたフォアボールから、C さんがね、C さんかなが、シフトでねこう空いてたところにセカンドゴロなんですけどもね、誰もいなくてヒットになって、まあその後、ヒットでねつながれて、まあ実質こう1安打でまあ1点取られちゃったなっていう感じで、まあここで同点にされてしまったわけですね。そしてまあ8回、問題の8回ですけども、まあここもフォアボールとかでねランナー出して、まあ2アウトからなんですよね、ここも。でヒット、まあセカンドのね、フレッチャーのところに飛んで、まあギリギリこう取ってですね、まあこれはもうヒットはヒットなんですけども、まあランナーがねサードに行かないようにセカンドベースのところにいるイグレシアスに投げてですね、それを防止しようとした判断だったんですよね。あそこの本当一瞬で判断したと思うんですけど、ファーストには投げずに。なんですけどイグレシアスがもうだいぶ前に通過していったね、ランナーが通過しているのに謎に地面に一回タッチして、それからサードにね走ってってランナーの方に、まあ、送球したので、まあワンテンポツーテンポ遅れて送球となってですね、まあこれでサードに進塁されて、しまったというところになりますね。だからまあこれ普通に取ってすぐ投げてれば余裕でアウトのタイミングだったんですけども、ちょっとなんであれタッチしに行ったのかっていうのはわからないんですけども、だ結局イグレシアスもですね、守備はまあ上手い選手ですし、まあいいこう身のこなしでゲッツーの時とかすごいんですけども、なんかちょっとねこういろいろできてしまうがゆえに、今日みたいななんか余計なタッチとかねやらかしが、結構あるなっていう感じですね。その記録的に残らないね。でまあその後こうまたフォアボール出して、で満塁にしてしまって、その後ツーボールねになって、ストライク取りったらガツンと行かれるなーってつぶやいたら本当に行かれちゃったと言って、グランドスラムでまあこれでね、今日は終わりだなっていう感じでしたね。だからまあもちろんね、リリーフ陣踏ん張れてないっていうのもあるんですけども、細かいところでそのやらかしがあってね、そこでまあアウトにしてれば済んだはずのね、ツーアウトとかだったので済んだはずだったんですけども、まあその後それがセーフとかね、アウト取れなかったで、まあ、つながれて、でまあその満塁になったことでね、カウント的にもこう苦しくなって、精神的にもね、でストライク取りに行って、まあ、やっぱり打たれるよねっていうところですよね。だからもう1点もやりたくないっていうね、まあ、同点の場面だったし、1点もやれないという気持ちがね、まあ結局は4点取られてしまったのかなと思いますね。1点は OK という気持ちだったら、まあもうちょっとね余裕を持ってこうボールを投げられたかもしれないんですけども、まあその辺はねしょうがないかなとは思いますけども、まあ結局はね、まあ、細かいミスとあとフォアボールですよね。それで今日はまあ余計に点を取られたし、まあやってること以上に、点をいっぱい取られちゃったのかなと思いますね。まあやっぱりそういうところをね、少しでも減らしていかないとこうたくさん勝つっていうのは難しいと思うのでね、まあ今日も勝てるような試合だったと思うんでね、非常に残念ですし、まあ相手がねシアトルということもあって、まあ同地区でね、まあこっから3連戦でオールスターなど挟んでもう、明けて3連戦シアトルなんで、まあ、ここちょっと大事ではあるんですよね。
まあ、その地区の争いもそうだし、まあ、ワイルドカードもそうだし、なんでこの6連戦プラス次のアスレチックスで、まあ、5月も半ばに、ね、回るので、そうするとその辺でね、売り手になるのかとかいろいろこう決めていかなきゃいけないと思うので、まあ、まだね上を目指せるポジションに入れるようにね、頑張ってもらいたいかなと思いますね。まあでも今日は大谷さんはね素晴らしいヒット、そしてまあフレッチャーもね、連続安打が続いて、まあ、ホームランも打ったしというところでね、まあ個人的にこうね見てて大谷さんが打ったっていうのは良かったんですけども、まあ、こう全体的にエンゼルスとしてはねちょっと残念だなっていう感じでしたね。まあまた明日からあととりあえず2戦、そしてまあホームランダービーオールスターということでね、まあ楽しいのが続きますのでね、まあ皆さんも応援してあげてくださいということで本日は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。では終わります。